きぶりでーす。こんばんは。そう、充電しながらやりたいんだった。早速場所を変更したメリット、そうですね、もうこの場所最高です。ですぐに充電できる。こんばんは。こんばんは。夕ご飯はこの後、そうですね、この後夕ご飯食べようかな。ありがとうございます。今食べながら見てる。私はこれを見たら食べます。何しようかな、今日この時間何をしようかな、何をしよう。お絵かき？カラオケ？じゃあ似顔絵を2人ぐらいやろうかな。2人ぐらいで、あとお話でいいかな。3期生のお話、誰を描こうかな、誰を描こうかな。どうしようかな。てか誰を描いていないんだ。誰を描こうかな。誰を描いていないの？それ
思い出したい。じゃあ書こう。書く人を決めました。ん？難しくないか？え？難しい。いいや、書きます。全然違う。ちょっと待って、書き間違えました。全然違う。そうですね、ヒントを話しながら書こうかな。ヒントっていうか、なんだろう、絵のどういうところがこういう感じですってことで、ですね、とても前髪が特徴的です。こんな感じです。わかりますか？そう。でも誰でしょう？じゃあ選択肢書いていきます。2個ぐらいでいいか。投票開始。どっちでしょう？じゃあ終了まで10、9、8、
7、6、5、4、3、2、1、よいしょ。2が 51.5%、 1が 48.5%。 正解は2です。2です。正解は2です。多分ルアちゃんは釣り目っていうのかな、なんかそう、わかりますか、あの感じは。あのハルチュンに似てる。そうなんですよ。なんていうのかな、わかる、ほらあの感じ。なんか元の目はどうだったっけって感じだけど、メイクが釣り目っぽくなってるですよ。後半に行けば行くほど表現が難しくなる。あと一人も普通にできるか不安なんですけど。こんな感じ。そう。じゃあもう一人最後いきます。誰にしようかな。よいしょ、消えました。あ、間違えた。だんだんとペンが出なくなってきてる。待って、難しいかも。めっちゃ難しいです。どんなだったっけ。全然記憶がないんだけど。あれ、どうしようかな。ちょっと全然特徴最後になっていくにつれ捉えられなくなっていく。分かんない気がする。めちゃむずい。さて、
しょ、なんか全然私も分かんないです。私もこの問題どっちがどっちだと思うって言われたら分かれるわけないよってなります。最後の方絶対分かんないってって。さーてどっちでしょう。5 4 3 2 1 0。止まーす。2が 51.5%、 1が 48.5%。 正解は正解は1です。特にポイントなどはありません。私の記憶力に任せた判断です。多分こんな感じの雰囲気だったんじゃないかなっていう感じです。ふう、なんだろう、三期生のエピソードとか、なんか三期生っぽい話、何があるんだろう、なんだろうな、三期生、なんだろう、三期生は、どうだろうな、三期生っぽい、三期生。で、私ってエピソードが少ないタイプなんですよね。そう、みんなと出かけたりとかしない方で、そうだから私あのエピソード持ってない方の人間なんですよ。そう、スイスイの同い年エピソード、ああ。初のレコーディング、初のレコーディングどんな感じだったか、レコーディング、なんか自分の歌った声がクリアにすぐに聞こえるから、なんて言うんだろう、すごい気持ちよかったです。なんか楽しかった、すごい。そんな感じかも。録音された声に違和感、なんだろう、違和感か。でもやっぱりマイク使って歌ってると返しの声とかもあるからあんまり違和感がなかったかも。自分の声は好き？すごく難しい質問ですね。なんだろう、この時の声ってあるじゃないですか。例えば昨日の歌ってる時、カラオケ配信っていうの、歌の配信をしてた時は多分あれです、その時は話し相手は冷蔵庫と抱きしめられたらの声って多分全然違かったのではと思うんですよ。どの時の声が好きかって感じですよね、多分。そう、じゃあすごい聞いてみたい、どの時の声が好きですか？
めっちゃ気になる。高音が好き。桜木町。なんかマックス時の歌を歌ってますっていう感じの声と、話し相手は冷蔵庫の歌い方と、大体あっちは桜木町抱きしめられたらとか、全然系統が違う曲って、どの時が好きですか？気になる。意識して変えてる。意識してるつもりはそんなにないんですよね。その中では桜木町中間ということはマックス時とかですかね。全部。そうなんか。マックス時。抱きしめられたら。不思議な感じがする。めちゃめちゃばらけますね。すごい。全然皆さん違う。すごい不思議な感じがする。待って、アンケート取って、アンケート投票聞いてみたい。聞いてみたい。これはめちゃ気になる。今何時だろう。53分か。いけるいける。なんだろう。じゃあ1がマックス時315号、2が抱きしめられたら、3が話し相手は冷蔵庫。いきます。1がマックス時、2が抱きしめられたら、3が話し相手は冷蔵庫。じゃあ止めます。143.3、240.0、316.7。なるほどです。意外と3が少ないんですね。1と2が割れた。そうなのか。そうなのか。1と2で割れてるんだ。すご。不思議な感じがする。桜木町は多分私の中では2に分類しています。まあでも抱きしめられたらと抱いてやって桜木町もちょっとは違うけど、大きく分けるのであれば2かなという感じです。そう。なんか不思議な感じがします。まあでも確かにそうですよね。
なんかあれですよね。変化球が丸に。ああ。びっくりした。目覚まし時計が鳴るかと思った。あ、56分だ。壇上読みをしようかな。熊タワーパチパチ、ありがとうございます。よし、壇上読みをしようかな。でも56分だからちょっと早いか。でもユニットが、そう、前回のポポちゃんと一緒なんですよ。全く星の温度、あなたとクリスマスイブで全く同じで、そうそう、あ、ペン落とした。そう、それでタワーの方読んであげて。高野マッチュラテさん、ありがとうございます。そうなんですよ。そう、ポポちゃんと全く同じで、すごく嬉しい。いきます。13位イカッチさん、12位男屋さん、11位 EVOLTA さん、10位宝さん、9位ジンさん、8位米粉パン、8位米粉パンさん、7位ケンボウさん、6位ベロさん、5位マサボウさん、4位ヤマッピさん、3位ウエッジさん、2位リエちゃんズさん、1位コイヤマチュラテさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次がいつだっけな。次が19時半からです。19時半からいよいよ最終枠。そうですね。でも30分後なので、またすぐですね。ではでは。そう、とっても楽しかったです。ありがとうございました。19時半待ってるね。ありがとうございます。30分でご飯食べてね。もう急いで食べて、歯磨いて戻ってこよう。とっても楽しかった。ありがとうございました。バイバイ。あ、59分だ。あと1分だけ。バイバーイ。バイバイ。またね、またね。ありがとうございました。